中部高原の一中部高原、または、エ群は、ベトナムを構成する地方の一つである。中部高原は、コンウトム、高原、ブレイク、高原、タクラク高原などからなっている。この地方は、金属以外の先住民族が古くから居住していた地域であり、ジャライ族、エデ族など、マレーポリネシア語派、バーナー族、 セダン族、コホ族など多様な民族が現在でも多く存在している。かつてはチャンパ、カンボジア、ラオスなどが緩やかな総主権を主張していた。しかし19世紀、インドシナ半島を支配してきたフランスが現状の総主権を認める形式でベトナムに組み込んだ。また、第一次世界大戦後にはゴム、コーヒーなどのプランテーションが拡大、設置された。 ベトナム戦争時、中部高原では、エデ族などが、フルロを結成し、南北ベトナム政府から独立を目指す活動を展開した。また、中部高原は、ホーチミンルートが通っていたため、ベトナム戦争の激戦地となった。中部高原は、5の章に区分される。ジャライ族、エデ族など、マレーポリネシア語派、バナール族、セダン族、コホ族など、 文句メール語族に属する言語が話されている。ありがとうございます。